細胞周期チェックポイントとは、細胞が正しく細胞周期を進行させているか、どうかを監視し、異常や不具合がある場合には、細胞周期進行を停止させる制御機構のことである。細胞自体が、この制御機構を備えている。一回の細胞分裂の周期の中に、複数のチェックポイントが存在することが知られており、これまでに G1S チェックポイント、 S, S 期チェックポイント、G に M チェックポイント、M 期チェックポイントの4つが比較的よく解析されている。この機構は正確な遺伝情報を娘細胞、ひいては子孫に伝達するための生命にとって根源的な役割を果たしていると考えられており、この機構の異常は人などの癌発生の主要な原因の一つと言われる。その基本概念は 1988年、リーランドハートウェルラにより提出された。細胞は、その正常や、生体内での役割に応じて、それぞれ決まった周期で、細胞分裂を繰り返し増殖している。この、一回の分裂増殖の周期を細胞周期と呼び、例えばいくつかの種類の人培養細胞の、細胞周期は、約24時間である。しかし、 細胞に X 線を照射して DNA に損傷を起こすと、この周期が長くなることが明らかになった。このメカニズムが研究された結果、細胞には DNA 損傷などの遺伝子異常が起きると、それを検知して細胞周期を一旦停止させる機構が存在することが発見され、この遺伝子異常を監視し、細胞周期を止める機構は、 細胞周期チェックポイントと名付けられた。略して、チェックポイントとも言われる。細胞周期チェックポイントは、などを監視しており、これらに異常が検知されると、チェックポイント制御因子と呼ばれる複数の分子群が、活性化されて、細胞周期の進行を遅らせ、停止させる。チェックポイント制御因子が、活性化されると、その異常の原因が取り除かれるまで、 細胞周期が停止した状態になる。この間に、例えば軽度の DNA 損傷の場合には、DNA 修復機構が働くことで損傷が修復される。そして異常が完全に取り除かれたと検知された時点で、チェックポイントの働きが可逆的に解除され、再び細胞周期が進行する。このように、細胞周期チェックポイントは、 細胞分裂の過程で異常が生じた場合に、細胞周期を一旦停止させて、異常の原因を取り除くことで、遺伝子異常が子孫に伝わらないようにする役割を果たしていると考えられている。また一方で、重度の DNA 損傷の場合など、DNA 修復機構でも完全な修復ができない場合、チェックポイント活性化に続いて、 その細胞がアポトーシスを起こして死滅することも明らかになった。この機構は遺伝子異常を起こした細胞が自殺することで異常な細胞を構成に残さないようする役割を果たしていると考えられている。細胞周期チェックポイントはその細胞が損傷修復を経て再び増殖に向かうか。 アポトーシスを起こすかというスイッチの制御にも関与していると考えられている。チェックポイント機能に異常が起きると内因性、外因性の DNA 損傷によって細胞は正確な娘細胞を作れなくなる場合が多くなる。例えば、チェックポイント機能の不良により生存に必須な遺伝子に損傷が起きた場合、その細胞は娘細胞を残せずにやがて死滅する。 したがって、チェックポイント機能の異常は、遺伝情報の正確な伝達において、大きな不具合を持つことを意味し、生物にとって、重大な脅威となり得る。実際に、チェックポイント制御に関与する、タンパク質群の変異が起きると、その細胞では、DNA 損傷に対する、感受性が増して、アポトーシスなどの細胞死を起こしやすくなる。細胞周期チェックポイントは、 そのチェックポイントが細胞周期のどの段階に存在するかによって分類され、これまでに G1S チェックポイント S 期チェックポイント G2M チェックポイント M 期チェックポイントの4つが比較的よく解析されている。これらはそれぞれ複数の異なるチェックポイント制御関連分子によって制御されており、その制御機構は極めて複雑である。 G1 期から S 期に移行する際のチェックポイント。G1 期 DNA に損傷がないこと、これからの DNA 複製のためのヌクレオチドなどが十分あること、細胞の大きさがチェックされる。多細胞生物では増殖が許されているか、増殖が必要な細胞であるかなどもチェックされる。癌抑制遺伝子産物 P53RB と RB のホモログは、 この制御を司っていると言われる。この制御が DNA 損傷などで活性化すると S 機械始、すなわち DNA 複製が阻害され、細胞は g 一気にとどまる。酵母などで環境条件が良くない場合、または多細胞生物において細胞分裂が適当でない場合、g 一停止が長く続くと g 零期という休眠状態に入ることもある。 G0 期では、タンパク質合成が抑制され、細胞周期の進行に関わる、タンパク質が一部分解される。S 期の DNA 複製の速さを制御し、DNA 複製に不具合が検知された場合、複製を遅らせる機構 DNA 損傷では、人の ATM タンパク質は、この制御に関与していると言われる。G2 期から M 期に移行する際のチェックポイント。 この制御が DNA 損傷などで活性化すると M 機械始が阻害され細胞は G2 機にとどまる。DNA 損傷応答においては ATR がそれ自身かあるいは他の因子によって損傷を認識した後にリン酸化を受け活性化されると ATR は CHK1 をリン酸化して活性化する。活性型 CHK1 は CDC25A のリン酸化を促進し、CDC25A による CDC2 の脱リン酸化を阻害するため、CDC2 は高リン酸化された、不活性な状態に保たれ、M 期に進行せずに細胞周期が停止する。また、活性化された P53 は14から3から 3S を転写し、それがリン酸化 CDC25 と結合し格外へ排出されるため、 CDC2 が不活性なままになる。よって、M 期進行が抑制される。DNA 損傷認識後の ATR のリン酸化に関わっている因子は現時点では、はっきりしていないが、人ト抑制遺伝子産物ブリカ1がその役割を担い、DNA 損傷に応答した GE に、M チェックポイントの制御を司っているとも言われている。DNA 複製終了を待たずに、 M 期が開始する酵母変異株を考慮すると、監視期間は S 期から G2 期にわたる比較的長い期間であると考えられる。M 期の途中にあるチェックポイントでスピンドルチェックが行われる。M 期の細胞では G2 期までのステップで複製された体をなす染色分体が互いにセントロメア付近でコヒー心複合体によって過強結合し、また、 このコーヒー一心を切断する、タンパク分解酵素セパラーゼが、セキュリンと結合することで不活性化された状態で存在する。有意と分裂過程の次のステップとして、細胞の両極から伸びる、積む糸が、それぞれの染色分体のキネトコアに結合する。1体の染色分体が対象になるよう、正しくかつ同時に、防水糸を介して、 細胞の両極に結合しているかどうかがチェックされる。分裂後期の染色分体の移動に際しては、指キッチンリガーゼである APC-C が CDC-20 と結合して活性化することが必要となる。防水体が正しく形成されると、CDC-20 の阻害パクである MAT2 が CDC-20 との結合から外れ、APC-C と結合する。 活性化したエピシー、C によって、セキュリンタンパクが、指基地化され、プロテアソーム依存的に分解されることでセパラーゼが、活性化し、染色分体間を加強する濃い新タンパクが、切断される。これにより、染色分体は、防水対極へと移動が可能となる。染色分体が、両極から伸びた、微小管と等しく結合していないうちは、 オーロラキナーゼなどのスピンドルチェックポイントタンパクの監視によって APCC の活性化が阻害され染色分解の分離を抑制する。以下のことから細胞周期チェックポイント制御の部分的破綻はがんの発生と進行の大きな一つの要因ではないかと推測されている。ありがとうございます。